皆さんはハードディスクのデータどうやって管理してますかね。ちょっと私今年ちょっと NAS を買い足そうかなって今思ってるんですけど、まだ入荷の日程が未定なので、ちょっと手元にあるデータをどこまで片付けられるかっていうのをちょっと今チャレンジしてるんですけど、こういう古いハードディスクの中身を、新しいハードディスクとかに、ごそっとコピーしてバックアップ取るっていうのはありなんですけど、なんか写真とかにもよりますけど、いらないデータだからアクセスしないんだって言われちゃそれまでなんですが、昔の写真とかってそんな高頻度でアクセスするものでもないので、ハードディスクの中でデータがどういう状態になってるかって確認する術がないですよね。ファイルシステムによっては定期的になんかそのファイルの中身の整合性がちゃんとチェックされるような NAS とかっていうのもあるんですけど、そういう行為でも行わない限り、一回保存したものをずっと置きっぱなしにしてると、何をきっかけにそのデータがぶっ壊れてるかっていうのはわからないので、ハードディスクが壊れたら、ハードディスクが壊れたってアラートが出るので 壊れたんだなって思うんですけど、データがぶっ壊れてるっていうのはちょっとなかなか把握しづらいものがあります。やっぱりそういうことを何度か経験してると、何箇所かにバックアップを取っときがちなんですけど、どうしてもそういうバックアップって消せないんですよね。バックアップだから消せばいいだろうと思うんですけど、バックアップって消せなくて、古いハードディスクの中に、データが残っていたら、ひとまずどっかに逃がしとこうみたいな感じでコピーすると、同じデータがいろんなハードディスクの中に散らばったりとかすることがあると思うんですが、今回はですね、ちょっとその重複したファイルっていうのをどうやって整理していくかっていうのが、ちょっと大前提のお話になりますので、今動画上ではちょっとハードディスク見せて終わりになるんですけど、ちょっとデスクトップの画面で私が普段どうやってファイルの重複管理をちょっとして片付けていってるのかっていうのをちょっと今回ご紹介しておきたいなと思います。で、最初にですね、シノロジーですね。ちょっと今こうなってるのをあえて見せたかったんですけど、シノロジーの NAS はストレージアナライザーっていうアプリがあって、その中で重複ファイルを検索するっていう機能があります。毎日レポートを吐き出すっていうこともできて、このストレージアナライザーちょっと一回閉じて開き直してみますけど、ストレージマネージャーじゃなくてストレージアナライザーっていう、中身のファイルの状況とかユーザーに対してのそのボリュームの消費量の分析をしてくれるアプリなんですけど、レポートっていうのを私はちょっとデイリーで吐くようにしていて、このレポートっていうところの中身にいろいろ使用状況とかを確認する設定があります。で、このファイルの重複の確認っていうのがあって、今ちょっと MD5 になってるんですけど、ひとまずかぶってそうだなっていうファイルをリスト化してくれる機能と、それらのファイルがさらに MD5 のチェックサムで本当にかぶってるかどうかっていうのをチェックする機能がついてるんですよ。で、基本的にはこれを使ったり、ハードディスクの中で割り当てられて容量の中でどこが一番大きいかっていうのからちょっと絞っていくっていうのが一つ手だとすると、ハードディスクの容量を減らそうと思えば、サイズ順で大きいファイルから、いるかいらないかを確認していくっていうのも一つ手だと思うんですけど、どちらかというと被ってるファイルは消しても誰もダメージを受けないので、この被ってるファイルを消していくっていうのが一番いいんですけど、この問題点は今この状態ですね。 この NAS は今50テラハードディスク入ってるんですけど、50テラ分のログをというか アナライジングに時間かかりすぎて、この DSM のブラウザーがタイムアウトしちゃって、結果を見ることが永久にできないみたいな状況になるんですよ。あ、出ましたね。なんか何度か繰り返すとキャッシュ上に溜まるのかなんかわかんないですけど、出ることもありますね。こういう感じ。で、今ちょっとたまたま出たんですけど、これが被っているファイルの容量順に出るのかな？ここである程度何メガ以上とかそういう制限かけたりとか、どういうファイルとかって制限かけたりもできるんですが、今出てるやつだと、やっぱりこれ、あれですね。ラズベリーパイ用のイメージファイルとかが多いんですかね。で、順番に容量順に出てくるんですけど、だいたいこの被ってるファイルが2個ずつ対になって出てきて、どこにあるファイルとどこにあるファイル、どこにあるファイルとどこに入るファイルみたいな感じで出るので、ここで洗い出すっていうのはできるんですよ。さっきのタイムアウトされなければ、こういう感じの確認の仕方ができて、いらないファイルっていうのを絞って消していくってこともできると。ただ、これだと何万個もファイルが あると 一個一個やっていくのかよっていう話になっていっちゃうので、ここはあくまでもちょっと大きいファイルで被ってるファイルをバッと消すには効率いいかなっていうところで使うと。で、このツール以外にそういうことができるツールってないのかよって思うと思われるんですが、一つ目、私が使ってる
そのフリーソフトの中でこれは使えるなって思ってもう数年使い続けてるってアプリの一つ目がですね、このアイコウィンですね。なんかいろいろあって高機能そうに見えるのもあるんですけど、自分の使い方には全然マッチしてないことが多いので、まあ今んとここれに落ち着いてます。でこのストレージアナライザーで、MD5 でチェックサム付きで確認するっていうようなことをしたいっていうニーズに応えてくれるソフトって意外とレアで、ファイル名が被ってるかどうかっていうのはまあいくらでも調べられるんですけど、同じファイル名で中身が違うってことも往々にしてあったりするので、その辺まで含めて両方チェックできるのはこのソフトです。右側と左側にそれぞれフォルダーを選ぶようになって、ここにまあドラッグアンドロップでエクスプローラーからあの NAS のフォルダーを直接放り込んだらそれで動くんですけど、消したくない元のファイルが入っているディレクトリと消したい先のファイルが入っているディレクトリをポンポンってそれぞれ放り込んで、サブディレクトリも検索とかにして、あとここですね、ファイル名が同じものだけを比較みたいなことをやると、ファイル名が同じかつ中身が同じものがリストアップされるって感じですね。ここをチェックしない場合は中身だけ同じものがリストアップされる。まあそれはそれで便利なので、ここはちょっと使ったり使わなかったりなんですけど、まあ、容量指定したりとかってある程度範囲を絞ればそれなりに時間はかかりますけども、バーッとやってくれるというソフトです。このソフトのいいところは、まあ2箇所にそれぞれ同じフォルダ構造とかディレクトリ構造でごそっとファイルがあったりするときに、まあ、意外と早く終わるので、このソフトはそれは使い勝手がいいですね。例えばなんかバックアップ1とバックアップ5が被ってたみたいな感じになると、1と5をそれぞれ放り込んでガッとやると被ってるファイルがリストアップされると。で検索結果をからまあそのファイルを消すこともできるので、まあ必要十分かなっていう感じで使ってはいるんですけど、このソフトのちょっと欠点なんですが、ちょっと古いソフトなので最近のファイルのなんか対応しないファイルがあるのかどうかわからないですけど、放り込むフォルダによってはファイルの検索数が無限に増えてって終わらなくなるっていうバグをちょっと抱えていることもあるので、たまに確認することは必要なんですけど、まあそれなりに使えているアプリですね。でまあログとかなんかこういうところはもう上限いっぱいいっぱいにして使ってる感じなんですけど、まあそれでもちょっと多分オーバーしてることがあると思うので、これはちょっと使い勝手的にまあどうかなっていうところありますけど、ちょっと唯一無二の今フリーソフトで使える便利なアプリかなっていう気がしています。でこのアイコインを使うと、ファイルの中身が同じかどうかをチェックできるっていうところで重複ファイルを消せるっていうのはあるんですが、まあこのソフトもインデックシングをしてくれるわけじゃないので、毎回毎回このフォル選択するフォルダを選ぶたんびに全フォルダ検索かけに行ってファイルを一個一個アナライジングする感じなので相当時間かかると、まあ、数時間オーダーで待つこともあるのが普通なので、パッと使える道具ではないなっていうのがまあ一つですね。これに対して私が使っている結構便利だなと思って使っているのがエブリシングっていうソフトです。これですね、このエブリシングっていうソフトはあのインデックシングしてくれるんですよ。なので1回検索したフォルダーはもう2回目から検索せずにダッとパッと答えを出してくれるので、いろいろフィルタリングするには便利です。使い方はこのフォルダーっていうところに NAS のフォルダーをまあ追加ってやると、こういういつものフォルダーができてパソコンの中しか選べないように見えるんですけど、このフォルダー名のところに無理やりネットワークのフォルダーのアドレスをぶち込むと一応動きます。でそのフォルダーを監視し直すとかっていう設定もここでできるので、フォルダーの中身1回がハザッとインデクシングするとこういうリストができるって感じですね。で今ファイルサイズ順にまあちょっと動画とかが入ってるフォルダーを出してるんですけど、まあファイル名が被ってるからといってデジカメの場合は違う場合データの場合もあるので同じデータかどうかは言えないんですが、まあ、この容量を見比べるとまあ同じなんで、もしかしたら同じかもしれないなみたいな感じでちょっとずつ削っていくこともできますし、ファイル検索ができるので、まあここに正規表現とかワイルドカードでファイル名とかを入れればいいんですけど、デュプリケーションを検索する機能があって、これデュープってやると被ってそうだなと思われるファイルだけがリストアップされます。それはもう何で判断してるかというとファイル名だけなので、中身が同じかどうかはこのソフトはチェックしてくれません。ただ容量別で見てだいたい同じそうだなっていう勘どころはつくので、粗探しをするのにはまあ便利かなっていう感じですね。これとこれ被ってんじゃないかとか、これとこれ被ってんじゃないかみたいなあたりはつけられますが、ただ今言ったみたいに容量とかそのファイルの中身を確認してるわけじゃなくて、あくまでもファイル名だけで確認してるわけですね。でこのデュープに対して同じファイルサイズとか同じ中身っていうオプションがつけられればいいんですけど、このソフトのインデクシングには多分そこまでのデータがないので、あくまでもちょっとファイルリストだけっていう扱いにはなってしまうんですけども、
このエブリシングのデュプリケーションで被ってそうだなっていうファイルが入ってるフォルダー同士をこのアイコの比較元と比較先にそれぞれ入れて、中身の詳細検索をするっていうのがもうちょっと最近のやり方ですね。この NAS のストレージアナライザーがもっとファイル選択がイージーに使えればいいんですけど、このページをめくってたりとか戻ったりとかするのもすごくめんどくさいので、なかなか一個一個ファイルはやっていけないなっていうのが正直なところですね。で、あとちょっとファイルの重複の管理とは話が変わってくるんですけど、ファイル名の変更ですね。被ってるんだけど中身が違うからファイル名をもうガッと一律に変えたいみたいな時に使えるのがこのフレキシブルリネーマーっていうアプリです。これはこれですごく便利で、これも正規表現とワイルドカード両方使えて、ファイルのリストアップをしてくれるようなアプリです。でもまあここのフォルダ名のところにネットワークアドレスを入れるとちょっとたまに固まるので、あんまりネットワークのその NAS とかには対応してる感じではないんですけど、まあ無理やり使おうと思えば使えるって感じですかね。ここでこのアプリは、初めにちょっとどういうファイルを探したいのかっていうのを、例えばこういう拡張子とかで指定した後にコードのリネームとか出ると、その俺らのファイルに対してちょっとここで今ガーッとこれは探してる感じなんですけど、こういう A がつくファイルを、なんか例えばどうしようかな、 A がつくファイルを A だけ取るとか、なんかそういう感じにワイルドカードで引っかかったものを、まあ引き、なんていうんですかね、変数として使ったりもできるので、元のファイル名に対してどういうふうに名前を変えるとか、そういうことも自由にできるので、結構このアプリも便利ですね。ということで、何の変哲もない大した話でもないんですけど、まあ Vlog なのでいいとして、こういうふうに重複したファイルをピックアップして消していくだけでも容量をかなり削減できるのかなっていうのはあるんですが、1個だけ問題があって、まあ分かってる人は大丈夫なんですけど、このファイルソフトとかで Windows のシステムホルダーとかまで含んでしまうと Windows 自体をぶっ壊すっていう破壊行為に走ってしまうことがあるので、システムディスクで使っているドライブとか、なんかそのバーチャライゼーションで使っているイメージファイルとか、なんかそういう消しちゃいけないファイルが入っているところを指定してしまうと、まあ、そっちの環境がぶっ壊れるっていう爆弾も含んでいるので、比較先比較元の選択を間違わないようにして重複ファイルを削除していく感じですかね。よくやりがちなのが、Windows でフォルダーの名前が一緒で、そこから下のフォルダーツリーも全部同じような関係だから、ガサッと上書きコピーして上書きしてしまえば、上書きされないファイルは残ってちゃんと上書きされるファイルは被るから消されてみたいなこともできるじゃんって思って上書きしがちなんですけど、 Windows の Explorer の上書きも結構ファイル名は被ってるけど中身が違うみたいなのはチェックしてくれないので、一律にその上書きしていいっていうもんでもないっていうのは認識しておかなきゃいけないところなので、ファイルの整理はこんな感じでやってるっていう動画でした。私もちょっと今この3つ紹介したソフトぐらいしか使えそうだなって思うのがないんですけど、もし他にこういう便利なソフトがあるよっていうのを知ってる方がいたら、ちょっとぜひ教えてください。ちょっとこのエブリシングはすごく便利だなと思って使ってるし、多分世の中的にも結構これができるソフトってないので、これはいいもんだなと思ってるんですけど、リネーマーとこの重複ファイルですね、アイコンインですね、特にこれもうこのアップデートがされない古いソフトを使い続けるのってすごく気になってるので、もしこのソフトの代替になるようなソフトを知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。